はい、どうも、水井です。灼熱のジャイアンツ球場より、本日、近未来から未来までの逸材を追いかけてきました。安部巨人1年目、特にね、投手陣が充実してまして、戸郷投手、伊織投手、ダブルエースヒットにね、菅野投手が復活したり、グリーン投手もシーズン中盤から本来に戻ってくれたり、若手では井上春人投手、堀田健信投手も開幕投手をね、活躍しました。 赤星投手サブマリニン高橋嶺投手もいます、まあ、リリーフになると9回12を争う層の厚さ投稿打ての今シーズンを象徴するかのようなね強力ピッチャー陣ってことでまだまだファームにはこんだけの逸材がいますよというコーナー行ってみましょう「プラキュージプロ野球チャンネル」 はいこちら7月に入った育成台湾出身の左腕ファン・ジンハオ投手ですね。ピンセン高校を6月に卒業したばかりの有望株、まあ、憧れの投手戸郷投手だそうです。本人 MVP を取りたいです戸郷さんより1つでも多く勝てたらそれが目標です。 東郷投手はね、高校時代に台湾のニュースで何度も目にしたと、台湾でも有名なんですね。フォークボールを教わりたいと、細かいことを聞きたいと。で、この3、145キロぐらい、まあ、その前後、で、速球、この速球にカーブやチェンジアップ。まあ、こうやってね、小さいテイクバックから、まあ、直球は糸を引くような、そんな軌道で。で、本人、 ピンチの時では打者によってタイミングを変えたりするのが特徴ですとはいこちら育成5位ルーキー園田投手春先からね名前だけはいろんな人から聞いてましてまだじっくりと見たことがないまあ試合をね見たことがなかったんですが7月25日の DeNA 戦で初めて NPB 球団の選手と対戦しました 初回のピンチを2者連続三振で切り抜けたり、まあ、サイニングを32球2安打無失点着実に階段登っております1 8 3センチですが球は1 5 0キロ近い球まだまだねこうやってね線は細いんですよそれでもスピードだけはぐん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 上がっていくもんでねトレーニングコーチも、まあ、なんとか怪我しないように気をつけながら育てている育成している最中です はいご存知田村投手めきめきと成長しております高卒2年目は5月に自己最速159キロマーク、まあ、下半身強化フォーム改良に取り組むなどね確かに見るたびに何かが変わってる、まあ、そんな研究熱心な20歳です今年はカットボールまあ覚えまして 目指すはメジャー最多652セーブ元ヤンキースの守護神リベラ投手のようなね打者を圧倒するまあそんな姿を理想としていると日本今カットボール主流の時代ですけどリベラ投手のカットって急激に曲がりながらホップしてくる感じまあ日本ではなかなかいないのでねはいさあさあ森田投手27歳オールドルーキーですキャンプでは高橋由伸さんがね一番褒めていた逸材です まあ残念ながら4月下旬に左肘のクリーニング手術。まあその間に食生活の改善とか、いろいろ取り組みまして、6月下旬にキャッチボール再開。もうすでに星を立ったせったままのブルペン投球もしてます。で、結構投げ込んでます。順調なら8月に実戦復帰。まあ今季中に一軍投げることは難しいかもしれないですけど、 一軍には早めに優勝してもらって消化試合を作ってもらってもしかすると西舘投手とともに短期決戦の秘密兵器になる可能性だってなくはないでしょうドラフト1位とドラフト2位がね最後をかっさらうストーリーも悪くないのかなとそしたらもう水野スカウト部長の笑いが止まらなくなるでしょうねもうここまで腕振ってます 宮崎のキャンプでも思ったんですが、懐かしいですね。足を上げて踏み出すときに、足先がニョロニョロってなるんです。ここでバッターがね、なんか幻惑されるんじゃないかなっていうところとか。あとはダイナミックなこの腕の振り。さっき見ましたけど、高橋よしのぶさんがね、高校時代から惚れ込んでる逸材なそうで。 このピッチャーが順調だったらまたね、先発ローテーションも変わっていたのかなと、ただ、まあ、現状でも先発ローテは相当なメンバーですんで、巨人のピッチャー陣、森田投手がこの段階ですから、先は明るい、サムネのように、未来は明るい。 またね、8月の実戦復帰。そこでもしっかりと報道していきましょう。まあ、後々出てきますが、西舘投手も先発に転向するらしいのでね。ドラ1、2、リレー。リレーじゃないな。秘密兵器。CS、そしてその先の日本シリーズ。 実戦復帰するときは、まあ、こうやって細かいメニューも徐々にこなしてチームプレーもこなしていき全てが OK だとさあ行こうぜと。 三塚選手、膝の大きな手術から復帰しまして、もうすでに三軍戦には出ております。今年二軍の方ではティマ選手がね、まあ同級生ですね、二軍の4番として桑田監督の英才教育を受けながら、それでもチームトップの8本。 イージージミラーはダメですこれもね1回か2回でアウトにしないとっていうさあ船越選手 このチャンネルで何回か紹介したスピードスターですね昨年ソフトバンクのファームで90戦68盗塁巨人に来た今年は30試合で12盗塁しかもノーミス5月19日に左手親指を骨折したのがねもったいなかった個人的には支配下に挙げて1軍のスペシャルダイソーにと、まあ、勝手に推薦していたんですけどよもやの怪我本人もしんどかったでしょう 実際本人もね、心が折れたと、折れかけたと言っていたそうです。桑田二軍監督のまあ指導もありまして、バッティングの方、まあ、スイング軌道も変わって、コンタクト率も急激にアップしたそう。まあ、率もある程度残せるようになれば、この足がありますから、もっと一軍は近づくと思います。まあ、ここからもう一度、 来に向けてて頑張ってもらいたいたです、ね、まあ先ほども言いましたけどスイングの軌道ねボールのやってくるその軌道にバットがどんだけその軌道に合わせて触れる,触れるかそのラインに乗せられるか。 そういうことがね、まあ、ジャイアンツ球場の最新、まあ、設備、まあ、ラボなど、その数値を活かしてね、どう振れば、ボールの軌道に乗せられるかなどなど、まあ、それに伴って、バッティングも良くなってきていると。なのでね、指の骨折、まあ、足じゃないだけ、よしとしましょう。 ここから,ですこっからさあ西田で投手阿部監督が先発転向を明言しまして8月中旬の9連戦が終わったあたりに先発デビューさせる方針だとかマイスタんで先発しまして先日3イニング投げて無失点桑谷軍監督いわくリリーフで目一杯投げていったからもっと力を抜いて投げようぜと。 まあそんなアドバイスもありながらただねキャンプの時にも先発にするかリリーフにするか安倍監督も迷っていたくらいなのでここいらで、まあ、彼が先発することで今投げてる井上陽人投手らライバル陣がねさらに刺激を与えるはずですから未来は明るいありがとうございました